人間失格太宰治第三の手記二堀木と自分互いに軽蔑しながら付き合いそうして互いに自らをくだらなくしていくそれがこの世のいわゆる交友というものの姿だとするなら自分と堀木との間柄も まさしくこういうに違いありませんでした。自分があの京橋のスタンドバーのマダムの義教心にすがり、女の人の義教心なんて言葉の奇妙な使い方ですが、しかし自分の経験によると少なくとも都会の男女の場合、男よりも女の方がその義教心とでも言うべきものをたっぷりと持っていました。 男は大抵おっかなびっくりで、お定裁ばかり飾り、そうしてケチでした。あのタバコ屋のよしコを内縁の妻にすることができて、そうして築地、隅田川の近く、木造の2階建ての小さなアパートの開花の一室を借り、二人で住み、酒はやめて、そろそろ自分の定まった職業になりかけてきた漫画の仕事に精を出し、 夕食後は二人で映画を見に出かけ、帰りには喫茶店などに入り、また花の鉢を買ったりして、いやそれよりも自分を真から信頼してくれているこの小さい花嫁の言葉を聞き、動作を見ているのが楽しく、これは自分もひょっとしたら今にだんだん人間らしいものになることができて、悲惨な死に方などせずに済むのではなかろうかという 甘い思いをかすかに胸に温め始めていた矢先に、堀木がまた自分の眼前に現れました。よう、四季間。おやこれでもいくらか分別臭い顔になりやがった。今日は高円寺女子からのお使い物なんだがね。と言いかけて急に声を潜め、お勝手でお茶の支度をしているよしこの方を顎でしゃくって、 大丈夫かいと尋ねますので、かまわない。何を言ってもいい。と自分は落ち着いて答えました。実際、よしこは、信頼の天才と言いたいくらい、京橋のバーのマダムとの間はもとより、自分が鎌倉で起こした事件を知らせてやっても、常こ子との間を疑わず、それは自分が嘘がうまいからというわけではなく、 ときにはあからさまな言い方をすることさえあったのに、よしこにはそれがみな冗談としか聞き取れぬ様子でした。相変わらずしょっていやがる。なに、大したことじゃないがね。たまには高円寺の方へも遊びに来てくれっていうご伝言さ。忘れかけると、会長が羽ばたいてやってきて、記憶の傷口をそのくちばしで突き破ります。 たちまち過去の恥と罪の記憶がありありと眼前に展開せられ、わーっと叫びたいほどの恐怖で座っておられなくなるのです。飲もうか、と自分。よし、と堀木。自分と堀木。形は二人似ていました。そっくりの人間のような気がすることもありました。 もちろんそれは安い酒をあちこち飲み歩いている時だけのことでしたが、とにかく二人顔を合わせるとみるみる同じ形の同じ毛並みの犬に変わり、公雪のちまたを駆け巡るという具合になるのでした。その日以来、自分たちは再び休校を温めたという形になり、京橋のあの小さいバーにも一緒に行き、 そうしてとうとう、高円寺の静子のアパートにも、その泥水の2匹の犬が訪問し、宿泊して帰る、などということにさえなってしまったのです。忘れもしません。蒸し暑い夏の夜でした。堀木は日暮れ頃、よれよれの浴衣を着て、築地の自分のアパートにやってきて、今日、ある必要があって、夏服を仕入れしたが、 そのち入れが老婆に知れるとまことに具合が悪い。すぐ受け出したいから、とにかく金を貸してくれ。ということでした。あいにく自分のところにもお金がなかったので、例によってよしこに言いつけ、よしこの衣類を七夜に持って行かせてお金を作り、堀木に貸してもまだ少し余るので、その残金でよしこに焼酎を買わせ。 アパートの屋上に行き隅田川から時たまかすかに吹いてくるどぶ臭い風を受けてまことに薄汚い納涼の円を張りました自分たちはその時喜劇名詞悲劇名詞のあてっこを始めましたこれは自分の発明した遊戯で名詞にはすべて男性名詞女性名詞中性名詞などの別があるけれども それと同時に、喜劇名詞、悲劇名詞の区別があってしかるべきだ。例えば、汽船と記者はいずれも悲劇名詞で、市電とバスはいずれも喜劇名詞。なぜそうなのか、それのわからぬものは芸術を断ずるに足らん。喜劇に一個でも悲劇名詞を差し挟んでいる劇作家は、すでにそれだけで落第。 悲劇の場合もまたしかりと言ったようなわけなのでした。いいかいタバコはと自分が問います。トラ。悲劇、トラジディーの略。と、堀木が玄関に答えます。薬は粉薬かい岩薬かい注射、トラ。そうかなホルモン注射もあるしね。いや、断然トラだ。 針が第一お前、立派な虎じゃないか。よし、負けておこう。しかし君、薬や医者はね、あれで案外、米。喜劇、コメディーの略。なんだぜ。死は米。牧師も和尚もしっかりじゃね。大出来。そうして姓は虎だな。違う。それも米。いや、 それではなでででもかでもか米になってしまう。ではねもう一つお尋ねするが「漫画家はよもや米とは言えませんでしょう?とら」とら。「トラトラ大悲劇名詞」。なんだ大虎は君の方だぜ。こんな下手なダジャレみたいなことになってしまってはつまらないのですけどしかし自分たちはその遊戯を「 世界のサロンにもかつて損しなかったすこぶる気の利いたものだと得意がっていたのでした。またもう一つ、これに似た遊戯を当時自分は発明していました。それは大義語アントニムのあてっこでした。黒のアント、大義語アントニムの略は白。けれども白のアントは赤。 赤のアントは黒。花のアントはと自分が問うと、堀木は口を曲げて考え。えー、っと、花月という料理屋があったから、月だ。いや、それはアントになっていない。むしろ同義ご、死の任務だ。星とスミレだって死の任務じゃないか。アントでない。わかった。それはね、八だ。 八ボタンに、ありかなんだ、それは画題、モチーフだ。ごまかしちゃいけない。わかった。花に村雲、月に村雲だろうそうそう。花に風、風だ。花のあんとは風。まずいなあ。それは何は節の文句じゃないか。お里が知れるぜ。 いや、琵琶だ。なおいけない。花のあんとはね、およそこの世で最も華らしくないもの。それをこそあげるべきだ。だからその、待てよ。なんだ、女か。ついでに女の死の任務は増物。君はどうも死、ポエジーを知らんね。 それじゃあ、増物のアントは牛乳。これはちょっとうまいな。その調子でもう一つ、恥。オンとのアント。恥知らずさ。流行漫画家、上司生田。堀木正夫はこのあたりから二人だんだん笑えなくなって、焼酎の良い特有のあのガラスの破片が頭に充満しているような、 陰鬱な気分になってきたのでした。生意気言うな。俺はまだお前のように縄目の恥辱など受けたことがねえんだ。ぎょっとしました。堀木は内心自分を真人間扱いにしていなかったのだ。自分をただ死に損ないの恥知らずのアホーの化け物の、いわば生ける屍としか返してくれず。 そうして彼の快楽のために自分を利用できるところだけは利用する。それっきりの交友だったのだ。と思ったら、さすがにいい気持ちはしませんでしたが、しかしまた、堀木が自分をそのように見ているのも最もな話で、自分は昔から人間の資格のないみたいな子供だったのだ。やっぱり堀木にさえ軽蔑せられて死闘なのかもしれない。と考え直し、 罪。罪のアントニムは何だろうこれは難しいぞと何気なさそうな表情を装って言うのでした。法律さ。堀木が平然とそう答えましたので、自分は堀木の顔を見直しました。近くのビルの明滅するネオンサインの赤い光を受けて、堀木の顔は鬼刑事のごとく威厳ありげに見えました。 自分はつくづくづれ返り、罪ってのは君そんなものじゃないだろう罪の大義語が法律とはしかし世間の人たちはみんなそれくらいに簡単に考えて済まして暮らしているのかもしれません刑事のいないところにこそ罪がうごめいているとそれじゃあ何だい神か お前にはどこか野ぼうず臭いところがあるからな。嫌味だぜ。まあそんなに軽く片付けるなよ。もう少し二人で考えてみよう。これはでも面白いテーマじゃないか。このテーマに対する答え一つでその人の全部がわかるような気がするのだ。まさか。罪の案とは善さ。善良なる市民。 つまり、俺みたいなものさ。冗談はよそうよ。しかし、善は悪のアントだ。罪のアントではない。悪と罪とは違うのかい違う、と思う。善悪の概念は人間が作ったものだ。人間が勝手に作った道徳の言葉だ。うるせえなあ。それじゃあやっぱり神だろう。神、神。 何でも神にしておけば間違いない。腹が減ったなあ今下でよしこがそら豆を煮ている。ありがてえ好物だ。両手を頭の後ろに組んで仰向けにゴロリと寝ました。君には罪というものがまるで興味ないらしいね。そりゃあそうさ。 お前のように罪人ではないんだから、俺は道楽はしても、女を死なせたり、女から金を巻き上げたりなんかはしねえよ。死なせたのではない、巻き上げたのではない、と心のどこかでかすかな、けれども必死の抗議の声が起こっても、しかしまた、いや自分が悪いのだ、とすぐに思い返してしまうこの集癖。 自分にはどうしても正面切っての議論ができません。焼酎の陰鬱な酔いのために刻一刻気持ちが険しくなってくるのを懸命に抑えてほとんど独り言のようにして言いました。しかし、牢屋に入れられることだけが罪じゃないんだ。罪のあんとがわかれば罪の実態もつかめるような気がするんだけど。神。 救い、愛、光。しかし、神にはサタンというアントがあるし、救いのアントは苦悩だろうし、愛には憎しみ、光には闇というアントがあり、善には悪、罪と祈り、罪と償い、罪と告白、罪と。ああ、みんな死の任務だ。罪の対語は何だ 罪の対語は、密さ。密のごとくあましだ。腹が減ったなあ。何か食うものを持ってこいよ。君が持ってきたらいいじゃないか。ほとんど生まれて初めてと言っていいくらいの激しい怒りの声が出ました。よーし。それじゃあ下へ行って、よしちゃんと二人で罪を犯してこよう。 議論より実地見分。罪のあんとはみつ豆。いや、空豆かほとんどろれつのまわらぬくらいに酔っているのでした。勝手にしろどこかへ行っちまえ罪と空腹、空腹と空豆。いやー、これは死の任務か でたららめを言いながら起き上がきります「罪と罰ドストイエフスキー」「ちらとそれが頭脳の片隅をかすめて通りハッと思いました」「もしもあのドスト氏が罪と罰をシノニムと考えずアントニムとして置き並べたものとしたら罪と罰絶対に相通ぜざるもの」 ひょうたん、あい入れざる者。罪と罰をあんととして考えたドストの青みどろ。腐った池。ごまの奥底の。ああ、わかりかけた。いや、まだ。などと、頭脳に相馬刀がくるくる回っていたときに。おいとんだ空豆だ来い堀木の声も顔色も変わっています。堀木は、たった今、ふらふら起きて下へ行った。 かと思うと、また引き返してきたのです。なんだ異様に咲き立ち、二人、屋上から二階へ降り、二階からさらに開花の自分の部屋へ降りる階段の中途で、堀木は立ち止まり、見ろ、と小声で言って指さします。自分の部屋の上の小窓が開いていて、そこから部屋の中が見えます。電気がついたままで、 二匹の動物がいました。自分はぐらぐらめまいしながら、これもまた人間の姿だ。これもまた人間の姿だ。驚くことはない。など、激しい呼吸とともに胸の中でつぶやき、よしこを助けることも忘れ、階段に立ち尽くしていました。堀木は大きい咳払いをしました。自分は一人逃げるようにまた屋上に駆け上がり、 寝転び、雨を含んだ夏の夜空を仰ぎ、その時自分を襲った感情は怒りでもなく、嫌悪でもなく、また悲しみでもなく、もの凄まじい恐怖でした。それも墓地の幽霊などに対する恐怖ではなく、神社の杉小立ちで白衣のご神体にあった時に感ずるかもしれないような、死の後の言わさぬ古代の荒々しい恐怖感でした。 自分の若白髪はその夜から始まり、いよいよすべてに自信を失い、いよいよ人を底知れず疑い、この世の営みに対する一切の期待、喜び、共鳴などから永遠に離れるようになりました。実にそれは自分の生涯において決定的な事件でした。自分は真っ向から未見を割られ、そうしてそれ以来、 その傷はどんな人間にでも接近するごとに痛むのでした。同情はするが、しかし、お前もこれで少しは思い知ったろう。もう俺は二度とここへは来ないよ。まるで地獄だ。でも、ヨシちゃんは許してやれ。お前だってどうせろくな奴じゃないんだから。失敬けするぜ。 気まずい場所に長くとどまっているほど間の抜けた堀木ではありませんでした。自分は起き上がって一人で焼酎を飲み、それからおいおい声を放って泣きました。いくらでもいくらでも泣けるのでした。いつの間にか背後によし子がそら豆を山盛りにしたお皿を持ってぼんやり立っていました。 何にもしないからって言って。いい。何も言うな。お前は人を疑うことを知らなかったんだ。お座り。豆を食べよう。並んで座って豆を食べました。ああ、信頼は罪なりや。相手の男は自分に漫画を書かせては、わずかなお金をもったいぶって置いていく。 三十歳前後の無学な子男の商人なのでした。さすがにその商人はその後やっては来ませんでしたが、自分にはどうしてだか、その商人に対する憎悪よりも、最初に見つけたすぐその時に大きい咳払いも何もせず、そのまま自分に知らせに、また屋上に引き返してきた堀木に対する憎しみと怒りが、 眠られぬ夜などにむらむら怒って埋めきました。許すも許さぬもありません。よしこは信頼の天才なのです。人を疑うことを知らなかったのです。しかし、それゆえの悲惨。神に問う、信頼は罪なりや。よしこが汚されたということよりも、よしこの信頼が汚されたということが、 自分にとってその後長く生きておられないほどの苦悩の種になりました。自分のようないやらしくおどおどして人の顔色ばかりうかがい、人を信じる能力がひび割れてしまっているものにとって、よしこの無垢の信頼心はそれこそ青葉の滝のようにすがすがしく思われていたのです。それが一夜で黄色い汚水に変わってしまいました。 見よ、よしこはその夜から自分の一品一生にさえ気を使うようになりました。おい、と呼ぶとピクッとしてもう目のやり場に困っている様子です。どんなに自分が笑わせようとしておどけを言ってもおろおろし、びくびくし、やたらに自分に敬語を使うようになりました。果たして無垢の信頼心は罪の源泉なりや、 自分は人妻の犯された物語をいろいろ探して読んでみました。けれども、よしこほど悲惨な犯され方をしている女は一人もないと思いました。土台これは点で物語にも何もなりません。あの子男の商人とよしことの間に少しでも恋に似た感情でもあったなら、自分の気持ちもかえって助かるかもしれませんが、ただ、 夏の人よ、よしこが信頼して、そうしてそれっきり、しかもそのために自分の眉間は真っ向から割られ、声が枯れて若白髪が,が始まり、よしこは一生おろおろしなければならなくなったのです。大抵の物語は、その妻の行為を夫が許すかどうか、そこに重点を置いていたようでしたが、 それは自分にとってはそんなに苦しい大問題ではないように思われました。許す、許さぬ。そのような権利を留保している夫こそ幸いなるかな。とても許すことができぬと思ったなら、何もそんなに大騒ぎせずともさっさと妻を離縁して新しい妻を迎えたらどうだろう。それができなかったらいわゆる許して我慢するさ。 いずれにしても夫の気持ち一つで四方八方が丸く収まるだろうにという気さえするのでしたつまりそのような事件は確かに夫にとって大いなるショックであってもしかしそれはショックであっていつまでも尽きることなく打ち返し打ち寄せる波と違い権利のある夫の怒りでもって どうにでも処理できるトラブルのように自分には思われたのでした。けれども自分たちの場合、夫に何の権利もなく、考えると何もかも自分が悪いような気がしてきて、怒るどころか、おこごと一つも言えず、またその妻は、その所有している稀な美質によって犯されたのです。 しかもその美質は夫のかねて憧れの無垢の信頼心というたまらなく可憐なものなのでした。無垢の信頼心は罪なりや、唯一の頼みの美質にさえ疑惑を抱き、自分はもはや何もかも訳がわからなくなり、赴くところはただアルコールだけになりました。自分の顔の表情は 極度に癒しくなり、朝から焼酎を飲み、歯がボロボロに欠けて、漫画もほとんどワイガに近いものを描くようになりました。いいえ、はっきり言います。自分はその頃から春画のコピーをして密売しました。焼酎を買うお金が欲しかったのです。いつも自分から視線を外しておろおろしているよしこを見ると、 こいつは全く警戒を知らぬ女だったから、あの商人と一度だけではなかったのではなかろうか。また堀木はいや、あるいは自分の知らない人とも。と、疑惑は疑惑を生み、さりとて思い切ってそれを問いただす勇気もなく、例の不安と恐怖にのたうちまある思いで、ただ焼酎を飲んでよっては、 わずかに卑屈な誘導尋問みたいなものをおっかなびっくり試み内心愚かしく一喜一憂し上辺はやたらにおどけてそうしてそれからよし子に忌まわしい地獄の愛武を加え泥のように眠りこけるのでしたその年の暮れ自分は夜遅く泥酔して帰宅し砂糖水を飲みたく よしこは眠っているようでしたから、自分でお勝手に行き、砂糖壺を探し出し、蓋を開けてみたら、砂糖は何も入ってなくて、黒く細長い紙の小箱が入っていました。何気なく手に取り、その箱に貼られてあるレッテルを見てがくぜんとしました。そのレッテルは爪で半分以上もかきはがされていましたが、用事の部分が残っていて、 それにはっきり書かれていました。DIAL.GR。自分はその頃もっぱら焼酎で睡眠剤を用いてはいませんでしたが、しかし不眠は自分の持病のようなものでしたから、大抵の催眠剤にはおなじみでした。GR のこの箱一つは確かに致死量以上のはずでした。 まだ箱の封を切ってはいませんでしたが、しかしいつかはやる気でこんなところに、しかもレッテルをかきはがしたりなどして隠していたのに違いありません。かわいそうに、あの子にはレッテルの用字が読めないので、爪で半分かきはがして、これで大丈夫と思っていたのでしょう。お前に罪はない。自分は音を立てないように、 そっとコップに水を満たし、それからゆっくり箱の封を切って全部一気に口の中に放り、コップの水を落ち着いて飲み干し、電灯を消してそのまま寝ました。山中夜、自分は死んだようになっていたそうです。医者は過失と見なして警察に届けるのを猶予してくれたそうです。覚醒しかけて、 一番先につぶやいた上言は、うちへ帰るという言葉だったそうです。うちとはどこのことを指して言ったのか、当の自分にもよくわかりませんが、とにかくそう言ってひどく泣いたそうです。次第に霧が晴れて、見ると枕元にヒラメがひどく不機嫌な顔をして座っていました。 この前も年の暮れのことでしたね。お互いもう目が回るくらい忙しいのに、いつも年の暮れを狙ってこんなことをやられた日にはこっちの命がたまらない。ひらめの話の聞き手になっているのは、京橋のバーのマダムでした。マダム、と自分は呼びました。ん何気がついた マダムは笑い顔を自分の顔の上にかぶせるようにして言いました。自分はポロポロ涙を流し、よし子と別れさせて。自分でも思いがけなかった言葉が出ました。マダムは身を起こしかすかなため息を漏らしました。それから自分はこれもまた実に思いがけない滑稽ともアホらしいとも 形容に苦しむほどの出現をしました。僕は女のいないところに行くんだ。うわっはっはと、まずヒラメが大声を上げて笑い、マダムもクスクス笑いだし、自分も涙を流しながら赤面の体になり苦笑しました。うーん、その方がいい。 ひらめはいつまでもだらしなく笑いながら、女のいないところに行った方がよい。女がいるとどうもいけない。女のいないところとはいい思いつきです。女のいないところ。しかし、この自分のアホく臭い上ごとは、後に至って非常に陰残に現実せられました。よしこは、 何か自分がよしこの身代わりになって毒を飲んだとでも思い込んでいるらしく以前よりもなお一層自分に対しておろおろして自分が何を言っても笑わずそうしてろくに口も聞けないようなありさまなので自分もアパートの部屋の中にいるのが鬱陶しくつい外へ出て相変わらず安い酒をあおることになるのでしたしかし あの G.R. の一件以来自分の体がめっきり痩せ細って手足がだるく漫画の仕事も怠けがちになりヒラメがあの時見舞いとして置いていったお金ヒラメはそれをしぶたの志ですと言っていかにもご自身から出たお金のようにして差し出しましたがこれも故郷の兄たちからのお金のようでした 自分もその頃にはヒラメの家から逃げ出したあの時と違って、ヒラメのそんなもったいぶった芝居をおぼろげながら見抜くことができるようになっていましたので、こちらもずるく全く気づかぬふりをして、神妙にそのお金のお礼をヒラメに向かって申し上げたのでしたが、しかしヒラメたちがなぜそんなややこしいからくりをやらかすのか、 わかるようなわからないような、どうしても自分には変な気がしてなりませんでした。そのお金で思い切って一人で南伊豆の温泉に行ってみたりなどしましたが、とてもそんな悠長な温泉巡りなどできる柄ではなく、よしこを思えばわびしさ限りなく、宿の部屋から山を眺めるなどの落ち着いた心境には甚だ遠く、 ど寺にも着替えず、お湯にも入らず、外へ飛び出しては薄汚い茶店みたいなところに飛び込んで、焼酎をそれこそ浴びるほど飲んで、体具合を一層悪くして帰京しただけのことでした。東京に大雪の降った夜でした。自分は酔って裏銀座を、ここは、 おを何百里「ここはおくにおなんべゃくり」と小声で繰り返し繰り返しつぶやくように歌いながらなおも降り積もる雪を靴先で蹴散らして歩いて突然吐きましたそれは自分の最初の滑稽でした 雪の上に大きい日の丸の旗ができました自分はしばらくしゃがんでそれから汚れていない箇所の雪を両手ですくい取って顔を洗いながら泣きました「ここはどこの細道じゃ」「ここはどこの 細道じゃ。哀れな道場の歌声が幻聴のようにかすかに遠くから聞こえます。不幸。この世には様々の不幸の人が。いや、不幸な人ばかり。と言っても過言ではないでしょうが。しかしその人たちの不幸はいわゆる世間に対して堂々と抗議ができ。 また世間もその人たちの抗議を容易に理解し同情します。しかし自分の不幸は全て自分の罪悪からなので誰にも抗議のしようがないし、また口ごもりながら一言でも抗議めいたことを言いかけると、ひらめならずとも世間の人たち全部、よくもまあそんな口が聞けたものだと呆れ返るに違いないし、 自分は一体俗に言うわがまま者なのかまたはその反対に気が弱すぎるのか自分でもわけがわからないけれどもとにかく罪悪の塊らしいのでどこまでもおのずからどんどん不幸になるばかりで防ぎ止める具体策などないのです自分は立ってとりあえず 何か適当な薬をと思い、近くの薬屋に入って、そこの奥さんと顔を見合わせ、瞬間、奥さんはフラッシュを浴びたみたいに首を上げ、目を見張り、棒立ちになりました。しかし、その見張った目には、驚愕の色も嫌王の色もなく、ほとんど救いを求めるような、慕うような色が現れているのでした。ああ、この人も、 きっと不幸な人なのだ。不幸な人は人の不幸にも敏感なものなのだから、と思ったとき、ふとその奥さんが松葉杖をついて危なかしく立っているのに気がつきました。駆け寄りたい思いを抑えて、なおもその奥さんと顔を見合わせているうちに涙が出てきました。すると奥さんの大きい目からも、 涙がポロポロと溢れて出ました。それっきり一言も口をきかずに自分はその薬屋から出てよろめいてアパートに帰りよしこに塩水を作らせて飲み黙って寝てあくる日も風邪気味だと嘘をついて一日いっぱい寝て夜自分の秘密の滑血がどうにも不安でたまらず 起きてあの薬屋に行き、今度は笑いながら奥さんに実に素直に今までの体具合を告白し相談しました。お酒をおよしにならなければ、自分たちは肉親のようでした。アル中になっているかもしれないんです。今でも飲みたい。いけません。私の主人もテーベのくせに 金お酒で殺すだなんて言って叫びだりになって自分から寿命を縮めました。不安でいけないんです。怖くてとてもダメなんです。お薬を差し上げます。お酒だけはおよしなさい。奥さん未亡人で男の子が一人。それは千葉だかどこだかの遺体に入って間もなく父と同じ病にかかり。 休学入院中で家には中部の修徒が寝ていて奥さん自身は5歳の折小児麻痺で片方の足が全然ダメなのでした。は松葉杖をコトコトとつきながら自分のためにあっちの棚こっちの引き出しいろいろと薬品を取り揃えてくれるのでした。これは増血剤。 これはビタミンの注射液。注射器はこれ。これはカルシウムの錠剤。胃腸を壊さないようにジアスターゼ。これは何これは何と、五六種の薬品の説明を愛情込めてしてくれたのですが、しかしこの不幸な奥さんの愛情もまた自分にとって深すぎました。最後に奥さんが、これは どうしても何としてもお酒を飲みたくてたまらなくなった時のお薬と言って素早く髪に包んだ小箱モルヒネの注射液でした酒よりは害にならぬと奥さんも言い自分もそれを信じてまた一つには酒の酔いもさすがに不潔に感じられてきたやさきでもあったし 久しぶりにアルコールというサタンから逃れることのできる喜びもあり、何の躊躇もなく、自分は自分の腕にそのモルヒネを注射しました。不安も焦燥もはにかみもきれいに除去せられ、自分ははだ陽気な能弁化になるのでした。そうしてその注射をすると、自分は体の衰弱も忘れて漫画の仕事に精が出て、 自分で書きながら吹き出してしまうほど神妙な趣向が生まれるのでした。一日一本のつもりが二本になり、四本になった頃には、自分はもうそれがなければ仕事ができないようになっていました。いけませんよ。中毒になったらそりゃもう大変です。薬屋の奥さんにそう言われると、 自分はもうかなりの中毒患者になってしまったような気がしてきて、自分は人の暗示に実にもろく引っかかるたちなのです。このお金は使っちゃいけないよ、と言っても、お前のことだものな。なんて言われると、なんだか使わないと悪いような、期待に背くような、変な錯覚が起こって、必ずすぐにそのお金を使ってしまうのでした。 その中毒の不安のため、かえって薬品をたくさん求めるようになったのでした。頼む、もう一箱、勘定は月末にきっと払いますから。感情なんていつでも構いませんけど、警察の方がうるさいのでね。ああ、いつでも自分の周囲には、何やら濁って暗く、うさんくさい日陰者の気配がつきまとうのです。 そこをなんとかごまかして頼むよ、奥さん、キスしてあげよう。奥さんは顔をあからめます。自分はいよいよつけ込み。薬がないと仕事がちっともはかどらないんだよ。僕にはあれは強制罪みたいなものなんだ。それじゃあ、いっそホルモン注射がいいでしょう。バカにしちゃいけません。 お酒か、そうでなければあの薬か、どっちかでなければ仕事ができないんだ。お酒はいけません。そうでしょう。僕はね、あの薬を使うようになってから、お酒は一滴も飲まなかった。おかげで体の調子がとてもいいんだ。僕だっていつまでも下手くそな漫画などを書いているつもりはない。これから酒をやめて、体を治して、勉強して、 きっと偉い絵描きになってみせる。今が大事なところなんだ。だからさ、ね、お願い、キスしてあげようか。奥さんは笑いだし、困るわね。中毒になっても知りませんよ。ことことと松葉杖の音をさせて、その薬品を棚から取り出し、一箱はあげられませんよ。すぐ使ってしまうのだもの。半分ね。 ケチだなまあ、仕方がないや。うちへ帰ってすぐに一本注射をします。痛くないんですかよしこはおどおど自分に尋ねます。そらあ痛いさ。でも仕事の能率を上げるためには嫌でもこれをやらなければいけないんだ。僕はこのごろとても元気だろ。う。さあ、仕事だ。仕事、仕事。 とはしゃぐのです深夜薬屋の戸を叩いたこともありました。寝巻き姿でことこと松葉杖をついて出てきた奥さんにいきなり抱きついてキスして泣く真似をしました。奥さんは黙って自分に一箱手渡しました。薬品もまた焼酎同様いやそれ以上に忌まわしく不潔なものだとつくづく思い知った時には すでに自分は完全な中毒患者になっていました。誠に恥知らずの極みでした。自分はその薬品を得たいばかりに、またも春画のコピーをはじめ、そしてあの薬屋のフグの奥さんと文字通りの習関係をさえ結びました。死にたい。いっそ死にたい。もう取り返しがつかないんだ。 どんなことをしても何をしてもダメになるだけなんだ。恥の上塗りをするだけなんだ。自転車で青葉の滝など自分には望むべくもないんだ。ただ、汚らわしい罪に浅ましい罪が重なり、苦悩が増大し強烈になるだけなんだ。死にたい。死ななければならぬ。生きているのが罪の種なのだ。 などと思い詰めてもやっぱりアパートと薬屋の間を反響乱の姿で往復しているばかりなのでしたいくら仕事をしても薬の使用量も従って増えているので薬代の借りが恐ろしいほどの額に上り奥さんは自分の顔を見ると涙を浮かべ自分も涙を流しました「地獄」 この地獄から逃れるための最後の手段。これが失敗したら、あとはもう首をくくるばかりだ、という神の存在をかけるほどの決意を持って、自分は故郷の父宛てに長い手紙を書いて、自分の実情一切を、女のことはさすがに書けませんでしたが、告白することにしました。しかし、結果は一層悪く、 待てど暮らせど何の返事もなく、自分はその焦燥と不安のために帰って薬の量を増やしてしまいました。今夜、十本、一気に注射し、そうして大川に飛び込もうと、密かに覚悟を決めたその日の午後、ひらめが悪魔の勘で嗅ぎつけたみたいに、堀木を連れて現れました。お前は、かっけつしたんだってな。 堀木は自分の前にあぐらをかいてそう言い、今まで見たこともないくらいに優しく微笑みました。その優しい微笑みがありがたくて嬉しくて自分はつい顔を背けて涙を流しました。そうして彼のその優しい微笑み一つで自分は完全に打ち破られ葬り去られてしまったのです。自分は自動車に乗せられました。 とにかく入院しなければならぬ。あとは自分たちに任せなさい。と、ひらめもしんみりした口調で、それは慈悲深いとでも形容したいほど、物静かな口調でした。自分にすすめ、自分は意思も判断も何もないもののごとく、ただメソメソ泣きながら、いいだくだくと二人の言いつけに従うのでした。 よしこも入れて4人。自分たちは随分長いこと自動車に揺られ、辺りが薄暗くなった頃、森の中の大きい病院の玄関に到着しました。サナトリアムとばかり思っていました。自分は若い医師の嫌に物柔らかな低調な診察を受け、それから医師は、まあしばらくここで静養するんですね、と、 まるではにかむように微笑していい。ひらめとほりきとよしこは自分一人を置いて帰ることになりましたが、よしこは着替えの衣類を入れてある風呂敷包みを自分に手渡し、それから黙って帯の間から注射器と使い残りのある薬品を差し出しました。やはり強制罪だとばかり思っていたのでしょうか。いや、もういらない。 実に珍ししいことでした進められてそれを拒否したのは自分のそれまでの生涯においてその時ただ一度と言っても過言でないくらいなのです。自分の不幸は拒否の能力のないものの不幸でした。進められて拒否すると相手の心にも自分の心にも 永遠に修繕しえない白々しいひび割れができるような恐怖に脅かされているのでした。けれども自分はその時あれほど反響乱になって求めていたモルヒネを実に自然に拒否しました。よしこのいわば神のごとき無知に打たれたのでしょうか。自分はあの瞬間すでに中毒で亡くなっていたのではないでしょうか。 けれども自分はそれからすぐにあのはにかむような微笑みをする若い医師に案内せられ、ある病棟に入れられてガチャンと鍵を下ろされました。脳病院でした。女のいないところへ行くというあのジアルを飲んだ時の自分の愚かな上事がまことに奇妙に実現せられたわけでした。 その病棟には男の狂人ばかりで、看護人も男でしたし、女は一人もいませんでした。今はもう自分は罪人どころではなく、狂人でした。い,いえ、断じて自分は狂ってなどいなかったのです。一瞬間といえども狂ったことはないんです。けれども、ああ。 狂人は大抵自分のことをそういうものだそうです。つまり、この病院に入れられたものは、きちがい、入れられなかったものはノーマルということになるようです。神に問う。無抵抗は罪なりや。堀木のあの不思議な美しい微笑みに、自分は泣き、判断も抵抗も忘れて自動車に乗り、 そうしてここに連れてこられて、狂人ということになりました。今にここから出ても、自分はやっぱり狂人、いや、廃人という刻印を額に打たれることでしょう。人間、失格。もはや自分は完全に人間でなくなりました。ここへ来たのは初夏の頃で、鉄の格子の窓から病院の庭の小さい池に、 赤いスイレンの花が咲いているのが見えましたが、それから美月たち、庭にコスモスが咲き始め、思いがけなく故郷の長兄がヒラメを連れて自分を引き取りにやってきて、父が先月末に胃潰瘍で亡くなったこと、自分たちはもうお前の過去は問わぬ、生活の心配もかけないつもり、何もしなくていい、その代わり、 いろいろ未練もあるだろうがすぐに東京から離れて田舎で療養生活を始めてくれ。お前が東京でしでかしたことの後始末は大体渋田がやってくれたはずだからそれは気にしないでいい。と例の生真面目な緊張したような口調で言うのでした。故郷のサンガが眼前に見えるような気がしてきて自分はかすかにうなずきました。 まさに廃人。父が死んだことを知ってから自分はいよいよふぬけたようになりました。父がもういない。自分の胸中から一刻も離れなかったあの懐かしく恐ろしい存在がもういない。自分の苦悩の壺が空っぽになったような気がしました。自分の苦悩の壺がやけに重かったのも あの父のせいだったのではなかろうかとさえ思われました。まるで張り合いが抜けました。苦悩する能力をさえ失いました。長兄は自分に対する約束を正確に実行してくれました。自分の生まれて育った町から汽車で四五時間南下したところに、東北には珍しいほど暖かい海辺の温泉地があって、 その村ずれのまか数はいつつもあるのですが、かなり古い家らしく、壁ははげ落ち、柱は虫に食われ、ほとんど修理のしようもないほどの防億を買い取って自分に与え、六十に近いひどい赤毛の醜い女中を一人つけてくれました。それから三年と少したち、 自分はその間にその鉄という老女中に数度変な犯され方をして時たま夫婦喧嘩みたいなことをはじめ胸の病気の方は一心一体痩せたり太ったり血痰が出たり昨日鉄にカルモチンを買っておいでと言って村の薬屋にお使いにやったらいつもの箱と違う形の箱のカルモチンを買ってきて 別に自分も気に留めず、寝る前に十錠飲んでも一向に眠くならないので、おかしいなと思っているうちにお腹の具合が変になり、急いで便所へ行ったら猛烈な下痢で、しかもそれから引き続き三度も便所に通ったのでした。不審に耐えず、薬の箱をよく見ると、それはヘノモチンという下剤でした。自分は仰向けに寝て、 お腹に湯たんぽを乗せながら、鉄に小言を言ってやろうと思いました。これはお前、カルモチンじゃない、ヘノモチンという、と言いかけて、うふふふと笑ってしまいました。廃人は、どうやらこれは、喜劇名詞のようです。眠ろうとして下剤を飲み、しかもその下剤の名前はヘノモチン。今は自分には、 幸福も不幸もありません。ただ一切は過ぎていきます。自分が今まで阿鼻陶寛で生きてきた、いわゆる人間の世界において、たった一つ、真理らしく思われたのはそれだけでした。ただ一切は過ぎていきます。自分は今年、二十七になります。 白髪がめっきり増えたので、大抵の人から四十以上に見られます。後書き。この手記を書き綴った教人を私は直接には知らない。けれどもこの手記に出てくる教橋のスタンドバーのマダムともおぼしき人物を私はちょっと知っているのである。小柄で、 顔色の良くない、目が細くつり上がっていて、鼻の高い、美人というよりは、美青年と言った方がいいくらいの硬い感じの人であった。この手記には、どうやら昭和5、6、7年、あの頃の東京の風景が主に映されているように思われるが、 私がその京橋のスタンドバーに友人に連れられて二、三度立ち寄りハイボールなど飲んだのは例の日本の軍部がそろそろ露骨に暴れ始めた昭和10年前後のことであったからこの手記を書いた男にはお目にかかることができなかったわけであるしかるに今年の2月私は千葉県船橋市に疎開している ある友人を訪ねたその友人は私の大学時代のいわば学友で今は某女子大の講師をしているのであるが実は私はこの友人に私の身内の者の縁談を依頼していたのでその用事もあり方々何か新鮮な海産物でも仕入れて私の家の者たちに食わせてやろうと思いリュックサックを背負って 船橋市へ出かけて行ったのである。船橋市は泥海に臨んだかなり大きい町であった。新住民たるその友人の家はその土地の人に所番地を告げて訪ねてもなかなかわからないのである。寒い上にリュックサックを背負った肩が痛くなり、私はレコードの低金の音に惹かれてある喫茶店のドアを押した。 そこのマダムに見覚えがあり、訪ねてみたら、まさに10年前のあの京橋の小さいバーのマダムであった。マダムも私をすぐに思い出してくれた様子で、互いに大げさに驚き、笑い、それからこんな時のお決まりの、例の空襲で焼け出されたお互いの経験を問われもせぬのに、いかにも自慢らしく語り合い、 あなたはしかし変わらない。いいえ、もうおばあさん、体がガタピシです。あなたこそお若いわ。とんでもない。子供がもう三人もあるんだよ。今日はそいつらのために買い出し。などと、これもまた久しぶりであった者同士のお決まりの挨拶を交わし。 それから二人に共通の知人のその後の消息を尋ね合ったりして、そのうちにふとマダムは口調を改め、あなたは陽ちゃんを知っていたかしらという。それは知らない。と答えると、マダムは奥へ行って三冊のノートブックと三葉の写真を持ってきて私に手渡し、何か小説の材料になるかもしれませんわ。と言った。 私は人から押し付けられた材料で物をかけないたちなので、すぐにその場で返そうかと思ったが、三葉の写真、その機械さについては、端書きにも書いておいた。その写真に心を惹かれ、とにかくノートを預かることにして、帰りにはまたここへ立ち寄りますが、何町何番地の何さん、 女子大の先生をしている人の家をご存じないかと尋ねると、やはり新住民同士知っていた。時たまこの喫茶店にもお見えになるという、すぐ近所であった。その夜、友人とわずかなお酒を組み交わし、泊めてもらうことにして、私は朝まで一睡もせずに、例のノートに読みふけった。 その手記に書かれてあるのは昔の話ではあったが、しかし現代の人たちが読んでもかなりの興味を持つに違いない。下手に私の筆を加えるよりは、これはこのままどこかの雑誌社に頼んで発表してもらった方がなお有意義なことのように思われた。子供たちへの土産の海産物は干物だけ。 私はリュックサックを背負って友人のもとを辞し、例の喫茶店に立ち寄り、昨日はどうも、ところで、とすぐに切り出し、このノートはしばらく貸していただけませんか。ええ、どうぞ。この人はまだ生きているのですかさあ、それがさっぱりわからないんです。 10年ほど前に京橋のお店宛にそのノートと写真の小包が送られてきて差出人はようちゃんに決まっているのですがその小包にはようちゃんの住所も名前さえも書いていなかったんです空襲の時他のものに紛れてこれも不思議に助かって私はこないだ初めて全部読んでみて泣きましたかい,いえ 泣くというより、うん、ダメね。人間もああなってはもうダメね。それから10年とするともう亡くなっているかもしれないね。これはあなたへのお礼のつもりで送ってよこしたのでしょう。多少誇張して書いているようなところもあるけど、しかしあなたも相当ひどい被害を被ったようですね。 もしこれが全部事実だったら、そうして僕がこの人の友人だったら、やっぱり脳病院に連れて行きたくなったかもしれない。あの人のお父さんが悪いのですよ。何気なさそうにそう言った。私たちの知っているようちゃんは、とても素直で、よく気が利いて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも。 神様みたいないい子でした。